内海竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、河原とここの診療所、院長内海竹雄と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブをやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、毎週月曜日は興味津々資料ということで、皆様の お役に立つ資料をご紹介しているんですけれども、今週はですね、先週末にあった、あの、学科にちなんで、腎臓テーマにお送りしようと思っておりまして、えー、中でもですね、これ多分ね、今までご紹介してなかったと思うんですけれども、絶対ご紹介しないといけない資料がございまして、それが、腎、えー、不全、治療選択と、その実際、2023年版ですね。はい。これをご紹介したいと思います。で、この放送始まる前にも言ったんですけど、この資料をですね、もう、 私が多分ね、医者になるぐらい前から、少なくともね、10年以上前からはありまして、で、えっと、この下に書いてありますけれども、お腎臓とか透析とか腎臓の移植ですね、に関連する語学会が合同で作られている冊子っていうことになっていて、えー、この後もうお話しますけれども、この腎臓の代わりの 治療ですね。腎臓が悪くなった時の代わりの治療、そういうのを腎代替療法っていうふうに言うんですけれども、この療法選択っていうのをする上でですね、もう必須の治療になっておりますので、これを一緒に読んでいきたいと思います。ただですね、これ PDF で言うと28枚ですね。ページ数で行くと40何枚 ?45 ページぐらいまであるんで、ちょっとエッセンスだけを話していくような、そんな形にしたいと思います。で、まずはですね、ちょっと学会の理事長先生の話とかはちょっと おかせていただいて、目次を見ていただけたらと思うんですけれども、目次ですね、えー、大きく4章構成になっていて、えー、まず第1章で腎臓の働きと慢性腎不全っていうのから始まってですね、まあ腎臓がどういうことをしているのかとかですね、腎臓悪くなったらどういう治療があるのかみたいな、そういう概論的なお話が第1章ですね。で、第2章が透析療法、第3章が腎食。 で、第4章ですね。この、慢性腎不全患者さんの医療費及び社会福祉サービスについてっていうことで、結構ね、その医療費のこととかって気になる方多いと思うんですね。その辺のことまで網羅されてるっていう、そんな資料になってます。はい。 ということで、まずは第一章からいきたいと思います。まず、腎臓とはっていうことで、これはね、まあ、あの、私の放送を聞いていただいている方はよくご存知だと思いますけど、まず、腎臓って2つあります。えー、背中に握り拳台ぐらいのやつが2つあって、まあ、あそこで、 まあ、主にんあ,あの、おしっこを作る。まあじ、おしっこを作る以外の働きもあるんですけれども、そういった働きをしてますよっていう感じですね。で、まあ、より詳しいのがこの2ページ目に書いてあるんですけれどもお、このネフロン、子宮体とかですね、そういうのが書いてありますけれども、まあ、ちょっとこれ省略したいと思います。で、むしろですね、えー、3ページ目、腎臓は何をしているのっていうことで、まあ、メインにはおしっこを作るんですけれども、おそれ以外にもその、 ホルモンですね。増血ホルモンというエリスラポエチンというのを作ったりとかですね。あとビタミンでですね。ビタミン、あの骨に関係するビタミンですけれども、主に。はい。これを活性化するっていうような、そんな大事な働きもしていたりします。はい。で、4ページ目は、こう、慢性腎臓病、CKD ですね。クロニックキレデリーディディジーズっていうのなんですけれども、これの定義とか書いてありまして、えー、これまた明日詳しくは紹介しますけれども、3ヶ月以上持続する、尿の異常、タンパク尿とか血尿ですね。 あとは尿の形態異常、または腎臓の機能ですね。EGFR っていうふうに言ったりしますけれども、これが約60%未満にまで低下している状態っていうのが、まあ、CKD というふうに定義されて、で、まあいろんな段階があるっていうような、そんな感じになっております。まあ詳しくは下の表をご覧いただけたらと思います。はい。 で、まあ、腎臓をね、長く保つための工夫っていろいろあるんですけれども、えっと、5ページ目ですかね。はい。あの、まあ、まずは元のお病気があるのであれば元のお病気の治療をする。今、糖尿病の方がね、一番多いので、やっぱり糖尿病のコントロールですね、えー、血糖コントロールをするっていうところが一番重要になってきますけれども、それ以外にも生活、食事、あと、その腎臓を保護するようなお薬とかですね、そういうのが必要になってきたりします。はい。 で、6ページ目が保存期治療で大切な言葉っていうことで書いてあって、まあ少しでもね、この人体体療法に至るまでの期間を長くするっていうのは、まあ我々も患者さんもご家族もみんな思ってることなんで、まあそのためにどういうことをしたらいいかみたいなのが書いてありますね。はい。 ただですね、ただそうは言っても、やっぱり腎臓の機能ってね、徐々に悪くなる方が多くてですね、えー、どういうふうになったら、この透析とか移植、まあ、いわゆる腎代替療法って腎臓の代わりをする治療ですけれども、になるのっていうのが書いてあって、まあこれね、本当にいろんな基準があります。あの人によってね、かなり個人差あるんですけれども、まあ目安としては、えー、腎機能ですね、えー、先ほど言っていた EGFR っていうやつを使うことが多いですけれども、これが、 だいたい10%以下ぐらいで、えー、そういった腎代体療法を検討するっていう、そんな形になってきますけれども、ただそれ以外の、それより腎機能が保たれている状態でも、腎代体療法が必要になる場合もあります。まあ、それがその下の3つですね。尿毒症症状、まあ、体にゴミが溜まる症状とか、あとは体液過剰ってって水分がね、非常に溜まってしまうとか、あとは高カリウム結晶とか強い酸欠症、アシデミアですけれども、あの、こういったミネラルバランスの問題とかですね。 酸とアルカリのバランスの問題とかですね。こういったもので、まあ、透析が必要になることがあるっていう感じですね。はい。で、えー、で、8ページ目ですね。この末期腎不全に対する治療方法はっていうことで、これがね、多くの方がね、誤解されていてっていうか、まあ、これ医療者でもね、説明の仕方が悪い場合があるんですけれども、お臓悪くなったら透析ね、みたいな言い方をされることが多くて、で、まあ、これ透析っていうとですね、まあ、実際透析イコール血液透析が多いんで、もう、 透析イコール血液透析というふうに、もう鼻から決めつけてしまっている場合もあるんですけれども、まあ、ここに書いてあるようにですね、腎臓が悪くなっている時の治療って、まあ、大きく、まずは2つに分かれる。この透析療法と腎臓の移植ですね。この2つに分かれて、でさらに透析療法っていうのは血液透析と腹膜透析、えー、腎臓の移植が生体腎移植と健人移植っていう2つに分かれるっていうことになってるんで、これをね、あの、これをひっくるめて腎大体療法っていうふうに言うんですけれども、だから、 本来のね、正しい言い方は人臓が悪くなってきたら人代替療法をしなきゃいけないっていう言い方がね、本来あるべき姿なんですけれども、なんかね、透析っていう言い方をしてしまうことが多くてですね。で、そうすると患者さんにもね、透析イコール血液透析と思ってる方はもう大半なんで、えー、血液透析ありきになってしまうっていう感じですね。ただ、まあちょっとこの後お話しますけれども、 あの、本当に人体大療法、各々にメリットデメリットあるんで、まあ、そこら辺はね、本当に人によってはね、全然、あの、人移植を優先的に考えるべき方とかもいらっしゃったりします。はい。はい。 で、えー、あ、で、まあ九のところに、まああの、図紙して書いてありますよね。まあこんな感じになっていて、で、10ページ目ですね。お互いに総合的な役割がありますっていうことで、えー、書いてあります。まあ実際には、この PD、PD って、あの、腹膜透析のことなんですけども、と、HD ですね。血液透析を併用されるっていう、ハイブリッド、併用療法っていうような治療法もあったりしますよね。はい。で、えー、その次の11ページ、12ページ目です。 ですね。まあ、これちょっとね、全部話すると、それだけで時間なくなってしまうんであれですけれども、まあ、こういう感じでですね、こう、メリット、デメリットとかですね、え、いろんな、こう、生活への支障がどうかとかっていうのが決まってきます。ま、ちょっとこれ、あの、ご覧いただけたらと思いますまた明日以降もちょっとご紹介したいと思います。はい。で、まずはですね、この透析療法とはっていうことで、まあ、血液透析はね、まあ、有名なんで、あの、ご覧になれている方も、 こ,ことがあるる方ももいいらっしゃるかもしゃかれないですけど、まあ、ご自分でね、されてる方もいらっしゃると思いますけれども、こういった、えっと、14ページ目に書いてありますけれども、まず動脈と静脈をつなぐ手術っていうのを基本的にはやって、えー、そこのに、まあ、針を2本刺して片方から あ、血を出してですね。で、一旦こう、体の外に血を出して、で、機械で綺麗にして、で、それをまた戻すっていうような、そういうような治療ですね。で、その機械の膜、ま、人造の代わりをするやつをこのダイヤライザーっていうふうに言うんですね。このダイヤライザーの仕組みってね、すごい熱、ね、いんですけど、これちょっと話するとまた長くなるんでやめときます。はい。こういう形でやっていくのと、あとは腹膜透析ですね。これ17ページに書いてありますけれども、腹膜透析はですね、お腹の中に、あの、透析液、 まあ、要は砂糖水なんですけども、要は。はい。これを一定期間貯めることで、そこに、こう、老廃物ですね。ゴミとか水分とかを出して、で、それを、体の里に出すっていうような、そういう方法を、まあ、一日数回やるっていうような。 そんな形になってます。だから、これの場合には、まあ、先ほどのね、血液透析は血管と血管をつなぐ手術があ必要っていう話でしたけれども、これはね、腹膜カテーテルっていう、この18ページの右上に書いてありますけど、こういったチューブを入れる手術、まあ、これも簡単な手術なんですけどね、これが必要になってきます。はい。で、腹膜透析もですね、いろんなやり方があって、19ページ目、えっと20ページ目に書いてありますけれども、まあ、日中うーを含めて、 こう、交換する方法とかですね。あと、夜間にね、機械で、こう、その先ほど言った透析液の出し入れをする方法とかですね。まあ、いろんな方法があって、かなりね、オーダーメイドの治療ができます。はい。で、えー、っと、21、22は置いておいて、合併症もちょっと飛ばしさせていただきまして、えー、で、Q&A も書いてありますね。ほのおの。まあ、よくある Q&A ですけども、はい、が書いてあります。で、 31ページ目からがですね、人移植のことが書いてあります。で、えー、人移植はですね、日本ではね、あんまり増えないんですね。まあ、これいろんな事情があるんですけれども、ただ海外ではですね、あの、一般的な移植医療って書いてありますけれども、やっぱりね、あの、有力なこの人代替療法の選択肢の一つっていうことになって、 きますただ、ま、人員食誰でも受けられるわけではなくて、33ページ目、34ページ目とかに書いてありますけれども、あの、すべての方が人員食の対象になるわけではないんですけれども、ただ、特に若い方とかですね、あとはまだ人代代療法に至る前の方とかですね、こういうの先行的人員食っていうふうに言いますけれども、そういう方にとっては、あ,あの、まずは検討する、材料の一つになるかなというふうに思います。 はい。で、ま、あ実際の手術はですね、えっ、ー、と、この2、えっ、ー、と、何ページ目だ三十七ページ目かなで書いてありますけれども、ま、あ今、基本的にはね、もう、内視鏡化手術っていうですね、副鏡を使った手術がもう、ほぼ一般的ですね。あの、はい。なので、えっ、ー、と、手術自体もね、あの、侵襲性が低いような手術になっています。はい。 で、えー、っと、人食、あ、まあ、人食後の生活とかまた、あの、書いてありますので、もしご興味あれば、あの、Q&A も含めてですね、ご覧いただけたらと思います。で、で、最後にですね、この43ページ目、44ページ目ですね、えー、あと45ページ目もかな、あの、 医療費と福祉サービス、社会福祉サービスについてっていうことで、えー、実際にはですね、まあ医療費ってすごいかかるんですよね。えー、っと、まあで年間500、万、人員職だったら初年度800万から900万、2年目以降は年間2、300万っていうことになってるんですけれども、これはですね、あの、まあ日本のすごい社会保障の制度がありまして、まあ基本的にはあ月、 一万円程度、えっと、この特定疾病療養事業所というところに書いてありますけれども、そ、それでまかられるということになっております。はい。なので、あの、お金がかかるからみたいな感じで心配される方もいらっしゃるんですけれども、そこは、あの、基本的には心配しなくてよいという説明をさせていただきます。まあ、この辺はね、詳しくは、ソーシャルワーカーさんですね、社会福祉の資格を持ったソーシャルワーカーさんに説明していただくことが多いですけれども、はい。という感じになってきます。はい。ということで、これね、非常にね、あの、 濃厚な資料なんで、<laughs> あの、ぜひ、あの、ゆっくりご覧いただけたらなというふうに思います。はい。それでは、えー、最後、しんしんじゃんけんに行きたいと思います。行きますよ。しんしんじゃんけん、じゃんけん。パということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹でした。興味、しんしん